エンス国線は、オーストリア国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は250。アルプス南北連絡鉄道の一つで、ザルツブルクチロルとグラーツを結ぶ路線である。チューリヒビショフスホフェンザンクトミハイルグラーツ間に、1日、1往復運行している。ビショフスホフェン伊勢は200号線に、ザンクトミハイル伊藤は600号線に直通する。 2017年以前は、ユーロナイトの種別で運行していた。ザールブリュッケン、フランクフルト、チューリッヒビショフスホフェンザンクトミハイル・グラーツ間に、1日、1往復ずつ、合計3往復運行している。ビショフスホフェン異性は200号線に、ザンクトミハイル伊動は600号線に直通する。ザールブリュッケン、フランクフルト発着系統は200号線のザルツブルク方面。 中立飛発着発着系統は200号線のインスブルック方面に直通する。各記各系統が運行し、ユーロ式と合わせて2時間間隔の運行となっていて、日中はザルツブルクドイツ方面とインスブルクスイス方面の列車が交互に運行するダイヤとなっている。下記2つの系統に分かれる。主にシュラドミンクザンクトミハエル間に2時間に1本運行されている。 ザンクトミヒャイルで605線ミュルツツシュラク方面の列車と接続する。シュラドミンクイ北は1日3往復のみの運行となる。ありがとうございます。